こんにちは、グッピーこずえです。前にあのプチルームツアーっていう動画で見せたんですけど、ここに DIY の道具とかペンキとかを全部詰め込んどって、もう最悪なスペースが仕上がってたんですよ。ほんまにほんま最悪なスペースやったんですよ。ごちゃごちゃしててこんな感じ。まあペンキ並べたりとか DIY すぐできるコーナーを作ったんですけど、こっち側にもちょっとね棚をね作りたいなと思いながら、棚が作れてないのでここに荷物がパッと溢れてますね。もうあんまり見せたくないんですけど、はい、溢れてます。で全部物を取ったらもうすっごいことなってて、グイって押し込んでたものを取り出したらこんな感じで、これを収納するやつを作ります。この子の棚を作ってほんまめちゃめちゃ簡単ですか。こういう100均の箱を駆使して収納しました。最初の頃が最悪やったんでちょっとはマシになったんで、よかったら最後までご覧ください。レッツ DIY ということで、解説は私スノコ評論家のスノコがお送りいたします。まずこういうスノコを2枚、万能スノコって書いております。万能でございます。スノコのこういう出っ張りの部分の一番下のところに自分が作りたい大きさの木を打っていくんですけど、ここもスノコにしたらどないって思うと思うんですけど、スノコってホームセンターで切ってくれないんですよね。まあ切ってくれるホームセンターもあるかもしれないんですけど、手軽に作るならこんな感じで木を切ってもらって売っていきます。まあスーが思うには、こう女子一人で作る場合、壁の方にスノコを押し付けるとすごくやりやすうございます。だいたい3箇所ぐらい両側に打っていきます。何も見えてないよ。で上も3箇所ぐらいバー打っていきました。はい、それで上と下は打って、真ん中はあえて引き出せるようにして、あの打たなかったんです。もし大きいもの入れるんやったら1個抜いて入れるとか、そういうこともねできていいと思います。そしてこの100均のカラーボックス用のやつですね、それを入れてみました。はい、こんな感じで出来上がり。解説は私スーノコがお送りしました。という感じでできました。このデニムのやつとかはなんか100均の何に使うやつやったんかな、買ってこれ多分ダイソーで買うてんけど、これちょっとパッているもんとかペンとかカッターをここに収納させてみてます。こういう感じで、まあほんまはここもねなんかおしゃれなカゴとかにしたいねんけど、すごいなんせ重たいものを入れたので、あ、これ貼ったらちょっとおしゃれになるかもしれへん。うわ、だいぶ変わる。めっちゃ可愛くなりました。で、このなんか箱とかはやっぱこの高さとかが合えへんかったから、ちょっとカッターでちょっとカットして、ちょっとかなりちょっとこんなんなってねんけど、いい高さにして入れました。これちょっとねウッドな感じのタイプのやつもあったし、いい感じ。もう最初が最悪やったから結構満足してます。でこっち側もなんかペンキとかを収納できるようにしてるけども、ちょっと汚すぎるけど、ちょっと使い込んでるから、はい。でこんな感じで、でこっち側はこういう感じで収納できるようにしてるんですけど、もうこれいるんかって感じなんですけど、まあ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 初代、まあ、置いときましょうか。ほんでこの中には何が入ってるかというと、春カイロが入ってました。次の冬までちょっと使うことはないかもしれないんですけど、はい、こんな感じで簡単スノコ棚 DIY で収納しました。 DIY はもうほんま全然初心者なんですけど、初心者でもできるような簡単な DIY とかまたやっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録とこの動画がちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して応援してください。 Twitter と Instagram もやってるんで、よかったらフォローお願いします。ではではでは。